どんどんシチュエーションつけて書いてって、つけすぎちゃって、顔がよく見えてないやつが出てきちゃったわけだよ。それで、さすがにこれはないんじゃないのって言って、評判も悪くなる。さらに、オランダが不況に入る。あらららら。一気に。一気に来ちゃったんですよ。一気に来ちゃった上にですよ。子供産んで、すぐにこの人亡くなっちゃったじゃん。はい、血のみも残されちゃったわけですよ。で、これは困ったっていうんで、乳母を雇うわけですよ。はい、乳母とすぐできちゃうんですよ、で、それだけだったらよかったんですけども、その後に家のことやってもらうお手伝いさんも雇うわけですよ。はい、お手伝いさんともできちゃうんですよ。あれ、なんかイメージが。で、むしろそのお手伝いさんの方が好きになっちゃうわけですよ。で、元の乳母の方から、ひどいじゃないのって言って、婚約不履行訴訟を起こされるんだよね。婚約してたんですか？いや、婚約してないと思うんだけれども、いいこと言ってよろしくやってたんでしょう。だけど次に来たお手伝いさんな、こっちの方がいいやってなったもんだから、そりゃ話が違うわよ、あんたが出たわけでしょう。私はこの子におっぱいもあげてんのよが、出たわけでしょう。で、裁判になって負けるんですよ。それで、お金払わなきゃいけなくなっちゃう。で、しょうがねえと、金払いますよと。ね、で、私はお手伝いさんの方と暮らしますよってなったんだけど、はい、この人の遺言で再婚した場合は遺産の相続額が半分になるっていう遺言がある。で、これ入籍しちゃうと遺産全部もらえないぞみたいなことになって、ずっと入籍しないままで行くんだけど、そのお金もまあすぐになくなっちゃうんだよ。でもこの頃もうドタバタしてるから、全然自画像ないですよ。ようやくね、出てくるのがね、得意の自画像の12年後ですよ。で、その12年後に出てきたのが、これですよ。険しい。時を感じますね。金なくなってきました。ちょっとだから、作業着ですよね、これね。一から出直すか、ぐらいの感じですよ。で、顔アップこんな感じですよ。年を取ったな。年取ったよ。言うてさ、これが52年だから、これ46歳だよ、まだ。で、こっちが55年だから49歳。老けたなぁ、みたいな。この2枚ともウィーンの美術史美術館にあるんだけどね。こっからこれですよ。物語ってるでしょ。これの時に夜景ですよ。このこともあり、奥さんも亡くなり、で、女性とごたごたして、こうですよ。苦労したんですね。苦労したっていうか、まあ、奥さん亡くなった以外は自業自得だわな。乳母とお手伝いさんと二股しちゃったりとかは自業自得。じゃあ、一画家として一画やり直すぜ、みたいな。こんな感じの決意が見える顔なんだけど、はい、相変わらず金は使うんだよ。ないのに。で、ついに住宅ローン、このお宅のローン焦げつきました。で、友達とかからお金借りるんですよ。はい、ヤンシックスっていうね、有名なレンブラントが絵も描いてる。で、その子孫が今もヤンシックスって言って画商やってる。だけど、ローン残り全部払い終われるぐらいのお金借りたのに、それをさ、投資に回しちゃって、全部溶かしちゃうんだよ。ダメなパターンですね。ダメな。で、56年、50歳の時に破産申請。ここへ散々買ったコレクションもなんか、全部競売。大した金になんないんだよ。そうなんですね。大した金になんない。で、ついに、58年、52歳の時に、これ、もう手放す。売っちゃうことになるわけですよ。この家を売り払う直前に、これを書いてるんですよ。最後の清掃なんですよ。もう全部失うと。こんな杖だとかこんな服とかも全部売るんだよ、この後。で、その次の年になると、こんな感じ。だんだんおじいちゃんに。はい。なんか、はぁって感じになる。これすごい高級住宅地にあるんです。割と庶民的な町に引っ越して。切なそうな。はい、切なお顔ですね。だけど、1660年代に入ると、面白いんだけど、画家である自分を意識した肖像画っていうのが、を3枚描いてるんですよ。で、一つが、ルーブルにある、これなんですね。
これが1660年だから54歳の時に書いたって、これイーゼルの前の字があるの、筆持って私は画家だって、金ないけど絵描いて食っていくしかないやと、絵さえ描かせれば私はまだまだやれるんやと、いう感じで、もう一枚がこれ和田内画像と思ったけど、これ別名ゼウクシスとしての自画像って言われてる。で、ゼウクシスっていうのは、はい、古代ギリシャの伝説的な画家で、ものすごい綺麗なものを描ける画家だったんだけど、ある時醜いおばあさんの肖像画を頼まれて、それを描いてたら、どうして俺はこんな醜いものを描いてるんだろうって考えたら、笑いが止まらなくなって笑い死んだっていう、よくわかんない伝説のある画家なんだよ。ここにほら、老婆の顔があるでしょ、はい、だからこれ多分このゼクシスに自分をなぞらえたんじゃないかなって言われてるんだよね。で、この数年後にそれのツイートも言っていいんじゃないかと思う、この2つの円のある自画像っていうのを描いてんだよ。これもパレット持ってるだろ。そうですね、うん、で後ろに円と楕円が描いてあると思うんだよ。円が見えますね、うん、円っていうのも意味があって、古代ギリシャの伝説的な画家でアペレスっていうのがいたんだよ、はい、でそのアペレスは何で有名かっていうと、完璧な円を描くことができ、コンパスを使わずに完璧な円を描くことができたことで有名なんだよ。なるほど。だからこのゼウクシスとアペレスっていう、まあ、古代ギリシャの伝説的な画家に自分をなぞらえて描いて、画家としての自分っていうのを強く意識しだしてるんだよね、この時代にね。もうほら注文少なくなってきたから自画像いっぱい描き始めるんだよまた。でこの頃は注文ではなく自分の意思で、これは多分自分の意思で描いてる、残したんですね、うん、だからもう落ち着いては来ているんですよ、貧しいながらも、はい、で俺は別に絵描いていけば大金持ちにならなくても食っていくことはできるんだから、もう顔も落ち着いてきますよ、ほら。うーん、顔丸くなったでしょ。そうですね。だからもうね、性格も丸くなったらしくてね、うーん、久しぶりに集団肖像画の呪文来たんですよ、ね、もうね、責めないです布地商組合の日本検査官たちっていうやつ、56歳。じゃあ集団肖像画って結構長いこと流行ったんですね。ずっと流行ってるの、写真ができるまで流行るよ。でもほら、かつての夜景の攻め方に比べてみてくださいよ。みんな綺麗に顔が見える。見えますね。はい。もう、うん、もうそういうのやめたんですってマジ。みんなに喜んでもらえる絵を描くことにしたんですみたいな感じですよ。